ハリウッドザ・コシショウ、電気グルーブからの影響告白クッキーはパンク、長野はロック、僕のネタはテクノです。ミニ単独ライブツアー記念インタビューナンバー2。お笑い芸人ハリウッドザ・コシショウ、50のミニ単独ライブツアー、ハリウッドザ・コシショウのミニ単独ライブシリーズシーズン15お前行ったなぁウエツアーが、8月3日土曜日東京有楽町朝日ホールを皮切りに、 福岡、名古屋、大阪、静岡の5都市7公演で開催される。ハリウッドザ・コシショーのミニ単独ライブツアーは毎年恒例で、今年は新たに名古屋公演が追加。過去最大規模での開催となる。代名詞となった誇張モノマネを引っ下げ R-1 グランプリ2016で優勝を果たし、2021年からリニューアルした R-1 グランプリの審査員も担当。 ひとし本プレゼンツドキュメンタル、プライムビデオでは3度の優勝。自腹で放送枠を買い取り、制作費も全額出資し、2023年12月30日に放送された特番提供ハリウッドザ・コシショー TVK も話題を呼んだ唯一無二のピン芸人に、ミニ単独ライブツアーへの意気込みや自身の芸について語ってもらった。ハッシュタグ1、2の2、まず、 お前言ったな、上ツアー。というツアー名が気になってしまったのですが、何か意味を込めているのでしょうかタイトルは別に何でもいいんですけど、同居、静岡の電気グルーブが好きで、彼らはわけわかんないツアータイトルつけてやってるじゃないですかだから僕も、わけわかんないツアータイトルっていいなって思って、毎年やってる感じです。ザコシ、電気グルーブの石の卓球。 56とピエール滝、57は同じ静岡県出身ということもあり、プライベートでも信仰が深い。ピエール滝のションナ内テレビ、静岡朝日テレビ、2010年10月、19年3月まで放送された深夜番組にもザコシは純レギュラーとして不定期出演していた。ツアーゴキブリとかあったな。 ゴキブリ男って楽曲を卓球さんが作ってくれたんです。その年にゴキブリツアーってやったんですけど、まあ、電気の流れを組んでるからね。本人公認やし、本当に卓球さんも面白いって言ってくれてるし、今回のお前行ったな上ツアーっていうのは、昨年末に僕がメインのサンマのお笑い工場委員会、フジテレビ系があったんです。 そこに後輩のダーリンズ、松本リンス46が出て、あいつカツラなんです。カツラ芸人として出てきた瞬間に俺、カツラを取って投げ捨てて、リンスがしょんぼりしてるところを三馬師匠がいじって笑いになったんです。結果、よく受けたっていう感じになったんですけど、その後の打ち上げで、松本リンスの他にもや団のホンマキット41とかもいたんですが、リンスが、 お前ら全然言って変なって、俺は言ったなって天を指さして叫んで。お前何もしてねえじゃねえかって。ただカツラを取られてしょんぼりしてただけなのに、サンマさんがいじってくれて受けたんだよって。でもリンスは、俺は言ったなって言って、それがもうめちゃくちゃ痛くて、痛いから面白かったんですよ。それをちょっと拝借してツアータイトルにしました。 今回のライブでどんなネタをやるのでしょうか。ほぼ新ネタです。毎年そうですけど、誇張モノマネも新ネタやし、企画も新しいのやるし、なんならコントもやるし。今は YouTube を毎日上げてて、これ傑作だなと思うやつを練って取り直して、単独ライブバージョンにするんです。だから、毎日動画撮影をやってないとライブネタも生まれない。 今回の福岡イベントでも昨年末に TV 系テレビ神奈川で放送されて話題になった番組提供ハリウッドザコシショウの上映会があるということですがオンエアの反響はどうでしたか反響良かったですよ。リアルタイムで見ててツイッターゲン X でどんだけ上がってくるかなって思ってたんです。深夜1時なのに提供ハリウッドザコシショウ このハッシュタグつけてみてる人が結構いるなって思って、深夜1時なのに笑い。TV 系が見られない地域の人が、なんでうちの県でやってくれないんだって言ってくれたり、わざわざ TV 系が見られるエリアのビジネスホテルで見ようって人もいました。本当にやりたいことを詰め込んだみたいな雑魚施設全開でしたね。僕はあれが一番好きですけどね。 家族紹介つってばあさんが出てくるやつ笑い。提供ハリウッドザコシショウは今年も一応やるつもりなんですけど、他の番組とかの兼ね合いもあって、1時間になるのか30分になるのか考え中です。提供ハリウッドザコシショウはテレビのコンプライアンスのギリギリを攻めた番組でしたね。そう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 。またライブではライブのギリギリを攻めていくってことです。 ライブはライブの、テレビはテレビのコンプララインをご自身でしっかり弾いているんですね。自分のスタンスとしては、工場委員会も、提供ハリウッドザコシシも一緒。そこはわかりやすいんです。一応、番組側にご提案はして、それはちょっと行き過ぎだわって言われて、じゃあここまでにしときますかっていう感じなんで、提案はしますね。昨今。 コンプラがさらに厳しくなってテレビが作りにくくなったと言われますが、どう思いますか作りにくくなりましたよ。本当に色々な表現に文句を言ってくるじゃないですかあんなのいいじゃんって思いますけど。でもテレビに出なくなったら仕事も回っていかないし、知名度もなくなっちゃうから。知名度があるからこそ営業とかも入ってくるから。 そこは昔とはちょっと考え方が変わってきています。今のコンプラに対して不満を感じているそりゃありますよ。強くあるけど、付き合っていくしかないか、という感じです。やりたいことは、提供ハリウッドザコ師匠だったり、ライブでそう、看板組かそうじゃないかによっても違うやろし。 看板組だったら自分のやりたいことを企画に落とし込んで、その企画の一部がそぐわないんだったらそこはやめる、みたいな。自分のやりたい企画だったら満足できる。今年50歳を迎えましたが、野望やさらにやっていきたいことはやっぱり看板組です。看板組でやりたいことやりたいですわ。地元の静岡の番組だったら一番いいかなと思うんですけど。 ション内テレビってあったじゃないですかあの感じの番組ができるのであれば、ほぼほぼ僕のやりたいことは、ああいった形で満足しちゃうんだろうなと思います。ずっと細く長くやってたらいいなと思っていて、別にゴールデンの看番組が欲しいっていう気持ちはさらさらなくて、深夜番組で10年続いたなっていうのが欲しいです。ション内テレビ。 的なやりたい企画満載の番組に滝さんや卓球さんに出てもらったりという感じでしょうか。そうそう。卓球さんに出てもらってね。怖いですけどね。あの二人の生出演は何が起こるかわかんないですし。卓球さんからよくショートメールが来るんですけど、ずっと変なこと言ってます。たまに電話もかかってくるんですよ。途中でテレビ電話になって、 そこから長くて、笑い。滝さんって、めんどくええから、卓球さんから言われたことをとりあえずやるんです。卓球さんが、あれやれよって言って、滝さんが、やりたくねえよって言うと、時間かかるじゃないですか卓球さんも、なんでやんねえんだよって喧嘩になるから、喧嘩にならないように、あれやれよって言われたら、滝さんはすぐやるんです。 すぐやった方が早く終わるから、笑い。ウルトラの滝への解明もすぐでしたね。俺もこの間、卓球さんにお前解明しろって言われたとき、どうしようかなと思いました。そうなんですね。ちなみに候補はあったんですかありましたよ。スマホをチェックするザコシ山大二郎にしろって言われた笑い。それ卓球さんしか笑わないだろうって。 解明したら周りも面倒くさいだろうし、明日から山田一郎になりますって、卓球さんはめちゃくちゃ面白いじゃんって言ってましたけど、めんどくせいですよ。